皆さんこんにちは。さっさっさと情報がよくわかるサギチャンネルへようこそ。声のする方に進化するワークマン社外取締役のサギです。今日ご紹介するのはもう大定番の春夏になるとめちゃくちゃ売れてるパンツのこちらでございます。こちらがですね、商品名がディアマジックダイレクトのクライミングパンツ、価格2900円ですね。こちらを今日は紹介していきたいと思います。最後まで楽しんで見ていってください。はい、というわけで今回はですね、こちらのパンツを紹介していきたいと思います。ワークマンではね、クライミングパンツが、レディース、メンズそれぞれ、何種類か出ているんですけれども、こちらはですね、2900円の実は2ウェイになるタイプでございます。まあ、2ウェイが何かはちょっと後ほどお話しいたしますが、このクライミングパンツってそもそも何ぞやって感じなんですが、まあ、登山であるとかトレッキングであるとか、まあ、キャンプでもアウトドアでも、まあ、犬の散歩でも何でもいいんですけれども、すごくねストレッチが効いて動きやすい素材になってます。ビヨンビヨンと伸びて、でも何て言うんですかね、ジャージとまた違ってすっきり着られる。ジャージだと結構スポーツ感が出てしまうんですが、こちらはですね、かなりすっきりとしたシルエットでも動きやすい。さらにこれはディアマジックダイレクトという耐久撥水の効果がついておりますので、かなりね水をしっかりと弾くような仕様になっております。洗濯をしても50回しても撥水効果がね続くということで、これ別に51回目から撥水が落ちるわけではなく、まあ、そこを言う検査に出したのが、まあ、たまたま50回で、なんかね撥水とか落ちてきたらアイロンをかけてあげるとまたその撥水効果がね元に戻ってくるっていうねところもありますので、まあ、とりあえずでも撥水効果ついていると雨の日のトレッキングであるとか、本当にねキャンプとかね、ちょっと雨の日のワンちゃんのお散歩であるとか、そういったのも非常に便利になってくるかなと思います。このパンツ、メンズサイズですが、サイズがですね、サイズが M、L、LL、3L の展開になっております。で、私はね結構ね下腹部がぽっこりと出ておりますので、レディースの L サイズを普段レディースだと履くこと多いんですけども、メンズだとこっちのね M サイズ履くとちょうどいいかなと思いますので、後ほど試着した様子も見ていただければなと思います。で、こちらがですね、ここベルトがついております。これで多少の調節が可能ですが、ただねここベルトついてるの前だけなんですよね。前だけで、後ろはこういった感じでゴムになっております。かなり伸びる。ちょっとでもさ、そろそろさ、このフィールドコアのさロゴをなくしてもいいんじゃないとか私は思ってしまう。しかもね黒字にちょっと赤だから、ちょっと見えるとちょっと派手かななんて私は思ってしまう。ただのもう真っ黒でいいんじゃないのなってちょっと思うんですけども、まあちょっともうねワークマン慣れしてくると、なんかこれがもうだんだん普通になってくるけど、いや多分黒の方がいいんじゃないかななんてちょっと思ってしまいます。はい、でこちらのパンツですが、非常にポケットの数多いです。ここサイドにまず1個、2個ファスナーポケット、さらにここですね、もものところに2箇所で、合計ここだけで4箇所のポケットがございます。そして後ろ側のヒップのところ、お尻のところも2箇所ポケットがついています。さらにですね、右側の端っこのところ、ここペン差しもついてますね。ペン差しもついているといった形です。で、さらにこのパンツ、なんとですね膝のところにファスナーがついておりまして、ここを取るとどうなるかと言いますと、はい、こんな感じで外れまして、なんとですねショートパンツとしても履けてしまう2ウェイの、パンツになっております。ちょっとね朝晩は冷えるから長い感じで、でもちょっと日中暑いからショートパンツで、なんていう使い方ができるパンツですね。あと他にも、例えばここの内側なんですが、この赤いやつ何かというと、これ前にペロンと出して、さらにこれだけでポケットがあっても物足りないという方、ここにサコッシュとして内側に、なんかいろいろねちょっとしたものを入れられることができます。で、これは黒でそんなに目立たないので、そうですね、こう前に出して使ってもらってもいい感じになっております。はい、あと実はお尻のここのちょっと上の部分、これ透けて見えますかね。見えますね。ここが実はベンチレーションになっていて、まあ、空気の通りがあるので涼しくて、まあ換気が蒸れる感じも少なくなっているといった形になってます。はい、でカラーバリエーションなんですけども、こちらのもう真っ黒という感じのマットブラックとミックスグレー、
ミックスシコン、こちらミックスブラウンオーカー、そしてハンターカモ、こちらのカラー展開になっております。はい、というわけで着用してみました。本当に動きやすいパンツなんですが、すっきり見える感じがすごいですよね。でちょっと今日上にブラウス、切れ目のブラウス着てるからあれなんですけども、いやでもなんか全然本当にシュッとした細身で履けるパンツでもね、細すぎないから、レギンスパンツみたいになんていうの、肌に張り付きすぎる感じもなく、いや改めて履いたけどやっぱりこれすごくいいなと思ってます。でこうしゃがんだりしてみても、この膝のところとかもすごく、お尻のこういう張るあたりとかも全然あの動きやすさバッチリですね。はい、やっぱりねウエストがゴムになっているせいか、私ちょうどメンズ M サイズでちょうどよくて、しかもさっきねちょっとお昼食べてきたばっかりで、ちょっとお腹ポッコリがさらに加速されてるんですが、ウエストがゴムのおかげか、ちょっとこれ赤で、さっき赤が気になるとかってめっちゃ文句言いましたけれども、あのやっぱお腹楽ですね、後ろゴムになってくれてるからね。ただね、あえて言うと、もしかしたら男性はあんまり気にならないかもしれないけど、肌がやっぱり女性の方が薄いと思うので、ちょっと肌が敏感な方、ここのファスナーがあることによって、ちょっとやっぱねここにね、あなんかファスナーあるなっていう感じは受けます。で、まあ、別にあの痛いとかすごく気になるってわけではないけど、多分なんか履いてれば慣れるんだけど、若干の違和感は感じるので、まあでもまあすぐ慣れるかな、やっぱりでもこの動きやすさ、このシュッと履ける感じといい、動きやすさといい、いややっぱりいいよね。やっぱコットンのパンツとかに比べて、やっぱこういうものの方が、化学繊維のねパンツの方が汚れとかもつきにくかったり、お水も弾いたり、もちろん水弾くってことはこれ汚れもね結構ね弾いてくれるので、キャンプシーンであったり、なんかねバーベキューであったり、あちなみにあとここのフィールドコアのロゴのところは反射材になっていて、光が当たるとですね光るようになっています。ちょっとショートパンツにもなってみたいと思います。はい、こちら両足を取りましてですね、ショートパンツになってみましたがですよ、あやっぱりちょっとショートパンツこの丈をアラフォーで履くのはなかなか、これ、ね、多分男性の方がいいかもですね。なんか私が履くと股間パツッとしちゃって、もうちょっと逆にもうちょっと短めでふわっとした、ちょっとキュロットに近い感じのショートパンツだったら中に黒のレギンスとか履いて着やすいですけど、これやっぱりここ細いんですよね。細くてここで切れてるから、なんか着た時にねちょっとね女性が着ると、ちょっと男性だと別にこういうショートパンツって結構あったりするけど、女性が着るにはちょっとピタピタしすぎかなといった形です。まあ長いまま着るのが個人的にはいいかななんていうふうに思います。はい、というわけでですね、今回は大ベストセラーの定番パンツであるこちらのディアマジックダイレクトクライミングパンツ2900円をご紹介いたしました。こちらは、ショッピングモールの、ワークマンとかワークマン女子以外にも本当に定番のパンツですので、路面店の、ね、ワークマンとかワークマンプラスでも全国のところで販売している製品になりますので、ぜひチェックしてみてください。私のチャンネルではですね、他にも春夏の新作の紹介であるとか、あとは店内レポもねやっております。そちらも合わせてご覧ください。あとはもう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルでは、ワークマンのキャンプギアの紹介やキャンプ場の紹介もしております。ぜひそちらもチェックお願いいたします。今回の動画が良かったという方はいいねボタンを、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは次の動画ですぐお会いいたしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。もう一つのチャンネル、サリーのキャンプチャンネルもぜひチェックしてみてください。Twitter、X、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。